はい、純玉癒しカウンセリングの心理カウンセラー純さんです。今回は価値観は行動に影響を与えるニューロロジカルレベルその2についてお話ししていきたいと思います。ニューロロジカルレベルとは、ロバート・ディルツ博士という方がいます。これは NLP のトレーナーの方なんですが、その方が体系化した意識のレベルの段階のことなんですね。このことに関しては概要欄で少し書いていますので、 NLP が気になった方はそちらの概要欄を少し読んでいただけるといいと思います。人はですね、まず環境レベル、そしてその上に行動レベル、そしてその上に能力レベル、さらに価値観レベル、そして一番上に自己認識、アイデンティティレベル、この5つの意識があるというふうに考えるのがニューロロジカルレベルなんですね。例えばここに画家であるというような人が1人いたとしますよね。この画家の人は一番上の意識レベル、その自己認識、アイデンティティレベルでは私は画家であるというような自己認識、そういったアイデンティティを持っているというふうになります。そしてその下の2番目の価値観レベルでは絵を描くことができて人を喜ばせることができるというような、そのような価値観を持っていたりとか、またはその自分が描いた絵をですね、見た人は心が豊かな気持ちになるんだというような価値観を持っていたりするというふうに考えることができます。またさらにその価値観レベルの下の3番目の能力レベルですね。これはですね、油絵を描くことができる、そういった絵を描くことができるというような能力があるというふうに考えることができます。そしてさらにその下の4番目の行動レベルですね。これはそういった筆とか絵の具を使うことができる、そういった行動を取ることができるというふうになります。そして最後のその5番目の環境レベルですよね。これは絵を描くというような環境がある部屋があるとか、または筆、そういった油絵というようなものがあるとか、キャンパスがあるとか、そのような環境レベルがあるというふうに考えることができます。そしてですね、一番上の自己認識、アイデンティティレベルはその下の価値観とか能力とか行動とか、環境のその4つの意識レベルに、とてもこう影響を与えていると考えることができるんですね。これが簡単ですがニューロロジカルレベルの、仕組みになります。ニューロロジカルレベルではそういった上位の意識レベルが下の意識レベルに大きな影響を与えていくと考えることができるんですね。またですね、その下のレベルも上位の意識レベルに影響は与えるんですが、そのさほどですね、大きな影響を与えてはいないとも考えることができます。ここでですね、一つ例を出してお話ししていきたいと思います。習字の学習をしている人を例にしてお話ししていきたいと思います。例えばですね、上から2番目の価値観レベルというものがありますよね、ニューロロジカルレベルの中で。そして仮にこの人は習字の学習は自分の人生をとても豊かにするというような価値観を持っていたとします。するとこの価値観レベルはその下の能力レベルにどのような影響を与えていると思いますか？はい、おそらくこれはですね、積極的に習字の能力を高めていくように作用していると考えることができるんですね。ニューロロジカルレベルでは価値観レベルは動機とか意欲とかと関係が深くあるとされているんですね。ですから、目的を達成するというような観点で、好ましい信念があるということは特定の能力を向上させるというような部分もこう役に立つというふうに考えることができるんですよね。例えばピアノを弾くということに関して、好ましい価値観を持っている人がいたとしますよね。この方はピアノを弾くということに関しては好ましい価値観がある人、またはピアノが好きな人なんですよね。なのでこの価値観を持っている人はピアノの能力を高める際に大きな役割を果たしていると考えることができるんですね。この価値観は好きだからピアノの練習もしているわけで、動画でプロのピアニストの動画を見たりして研究をしたりとかもするかもしれませんよね。しかしピアノに対して興味もなくて、ピアノそのもの自体に目がいかないんであれば、動画でピアノ演奏も見なければ、そういったピアノに触れる機会ということも少なくなっていくと考えることができるんですよね。これでは能力は伸びないですよね。なので能力はその体の筋肉とかと同じようにこう使えば使うほど発達すると考えていくことができるので、そういったあの興味関心がないと、そんな上達はしないけども、興味関心があると、その都度こう触れる機会があるので、こうはあの
どん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 上達していくと考えることができます。このように上からこう3番目の能力レベルを向上するには動機だったりとか意欲というものが大きな役割を果たすと考えることができるんですよね。先ほどの習字の学習の話に少し戻るんですが、そこに関してですね、こう好ましい価値観を持っている人は、習字に対してですよね、習字の学習をするとき、どんな能力を発揮すると思いますか？きっとその人は好ましいことをしているときに能力を発揮するはずなんですよね。そういった価値観を持っている人はですよね。で、人の脳は、喜びとか快感、快楽、そういったものを感じているときにとてもこうすごくこう働くということと、またはですね、痛みというものを避けるときにとてもこう脳は働いていると考えられるんですね。で、これについてはですね、過去の動画で快痛みの法則という動画でもお話ししているので、気になった方はそちらの動画を見ていただけると嬉しいです。で、そういった脳の働きもありますので、そのように考えることもできるんですね。はい、では逆に習字の学習について否定的な価値観を持っている人はどうだと思いますか？はい、おそらくですね、いやいやその習字を学習するということになってしまうので、そうすると通常よりも効率の悪い学習となってしまいやすくなるんですよね。私自身もですね、昔学校の苦手科目の勉強をしようと思ったら、もうただただ時間が過ぎていってしまって、テスト前にですね、こう痛い目を見て、テストの結果は言うまでもない結果となったということが多々ありました。きっと私と同じような経験をされている方も多いかなと思います。人の脳はですね、嫌だなと感じることとか痛みだなと感じることを避けるという働きがありますので、その苦手科目の勉強イコール不快なことと私の脳は認識していて、それを避けるように脳はプログラムしていったというふうに考えることができるんですね。自分のこの意識レベルで頑張ろうとしていたとしてもですね、無意識レベルで苦手科目から避けようとしてしまったというふうにも考えることができます。そして思ったように勉強できずじまいとなってしまったということになります。つまり価値観、自分自身のそういった制限を生み出しているということになるんですね。そういった価値観があると、行動とか、そういった結果に制限ができていると考えることができます。このことから価値観というものは動機を生み出すということもあれば、自分をこう制限するということも生み出していると考えることができるんですね。このことからそういった動機が能力レベルに影響を与えているということも分かってきます。そして次に下から2番目の行動レベルについて少しお話ししていきますね。例えば習字の学習は人生を豊かにするという価値観を持つ人はどんな行動をとると思いますか？はい、これはおそらく習字教室に通うとか、積極的に家で習字を練習するとか、この価値観に大きな影響を受けた行動を取る可能性が高いと推測できることができるんですね。このように能力は具体的な行動としても現れてくるんですよね。これが行動レベルに与える影響なんですね。そして次に最後のこう下の環境レベルですね、についてお話ししていきます。一番下の意識レベルですね。ここに与える影響は、習字の学習は人生を豊かにするというような価値観を持っている人、こうそういった人がいた場合ですね、これ極論ですが、習字に関する能力をこう有効に使ってどんどんこう伸ばしていって、たくさんの行動に結びつけた結果、習字の教室を開いたりするとか、習字の先生として、そういった大学に勤めたりするというような環境に身を置く可能性が出てくるというふうに考えることができます。これまでのようにですね、上位の意識レベルの概念はより重要な意味を持っていて、その下の意識レベルに大きな影響を与えていると考えることができるんですね。このことから自分の中にどのような信念とか価値観があって、それがどんな現実を生み出しているのかなというような視点を持っていくと、自分自身をよりこう深く知ることにつながっていくことと思います。はい、今回は価値観は行動に影響を与えるニューロロジカルレベルその2についてお話しさせていただきました。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。